おはようございます、こんにちは、こんばんは、塾長です。9月28日火曜日はプライバシーの日。1964年にプライバシーの侵害というのを争点とした初めての裁判が行われました。プライバシーの侵害というのがそれまでは特にね、そんな裁判沙汰になるものはなかったんですね。これが1回目だったということです。じゃあどんなプライバシーの侵害があったのかというと、時の国会議員有田八郎議員、外務大臣にもなった人なんですけれども、その方がですね、都知事になろうとして東京都知事選挙に立候補したんですね。でその選挙運動の資金を、奥さんに頼ろうとしたわけなんです。で奥さんは料亭のおかみをやっていまして、白金台にある大きな料亭やっていて、でそれを担保にしてお金を借りようという話が進んでいたんだけれども、その時の、総理大臣である岸信介がですね、強烈な圧力をかけたと。それでお金を借りることができなかったんですね。でまああえなく敗退します。2回にわたって立候補するんですけど、2回とも敗退してしまうと。でそしたらその有田八郎議員はですね、その選挙運動をすることによって莫大な借金を抱えたわけですね。でまあ外務大臣にもなった人ですから、それまでまあお金は持っていたわけで、自分のお家であるとか土地であるとかっていうのを全部売っ払って、細々と暮らそうというようなことを考えていたわけなんですけれど、奥さんの方はまた料亭を開きたいっていうんで、その料亭を開くためのお金をどうしようっていうことを、ゆくゆく総理大臣経験者の吉田茂さんにお願いをしていたということだったんですね。でそれで、旦那側としては引退して、その料亭しないでね、細々と暮らそうとしていたんだけど、料亭を開きたかったっていうんで意見が合わない、お金を借りてね料亭を開こうとしたことで意見が合わないっていうことで離婚しましたというようなことがあったんですね。この今の一連の流れを小説にしたのがこの三島由紀夫です。宴の後という小説を書いたんですね。ほぼノンフィクションで、お送りしたと。なんか許可取ってなかったんですよね。その三島由紀夫の書いたその宴の後というのが、プライバシーの侵害だっていうんで裁判となりまして、三島由紀夫はその裁判に負けることになります。すごいですよね。その壮大なドラマを、その許可を得ないでそのまま小説にして書いて売ったっていうね。今では考えられないですよね。はい。そんな、三島由紀夫さんからね、その行為だけ見ると私とても好かんですけれどもね、この名言はいいなと思いましたんで、ピックアップしました。精神を凌駕することのできるのは、習慣という怪物だけなのだ。この習慣っていうのは、続けば続くほど、続けるほど、ね、この日にやってなかったっていう風に、自分の中でそれがまずいことだという風に印象に残ってですね、続けられるようになるものだと思います。私がギリギリになってもですね、この動画を続けるようなことができるのはですね、もう約半年以上ですね、この動画を毎日やろうという風にしたことが続いてるからなんですね。これはね、やっぱりね、習慣にすることが大事なんですね。まあね、そういうと本当は早起きとかもね、きちんとやった方が習慣になるって分かっちゃいるけど、早く起きれないから習慣になってないんですけどね。はい。だから、それぐらい、もう精神を凌駕するぐらいになる。もう習慣になるとそれが当たり前になるということなんですね。まず習慣になるまでが大変だと思うんですけれども、そこに持っていけるように頑張らなければいけませんね。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。